おはようございます。おはようございます。はい、ということでカモンマテリアル、はい、はい、マテリアルの小坂部五郎です。カモイの日村です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、はい、今日は、12月5日入りましたね。12月に、もうびっくりです。師走ですよ。早いですね。早いですね。はい、もうそして私も本当に先生という立場で、はいはいはい、この師走を迎えたというね、なかなか感慨深いというか、そんなつもり全然なかったんですけどね気付いたらそのことなんですけどはいはいはい、はい、まあ、実は今日来る人の母校の、はい、大学で教えてたりとかいう感じなんですけどね。はい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 、まあまあそれは置いといて、はい、はい、クリスマスですよね。はい、クリスマスですね。ね、12月といえば、はい、大体小学生ぐらいってもう12月言うたらもう頭の中クリスマスのことしか考えてなかったです。クリス、僕まあ田舎なんですけども、うんうん、まあ、そんなにそのなんかプレゼントをもらったとかっていうイメージあんまりない。ああ、そうなんですね。買ってもらってたのかなと思うんですけど、はいはいはい、あんまりこうイメージない。へえ。うちはなんかやっぱり思い出があるのは雪ですね。ああ、そうですよね。そのホワイトクリスマスとかってまあ、はいはいはい、ロマンチックに言うじゃないですか。はいはいはい、うち降ったらもうドカ雪なんで。丹後の方なんです。そう、京都府のまだ上の方ですからね。一晩だったら多分30センチ積もってるのは当たり前ですからね。だから天の橋立てとかね、そうですそうですそうです。もう雪大変ですよね。一回ね、高校ぐらいの時に、クリスマスの時です、はいはいはい、クリスマスの時に友達の家行こうと思ったら、もう1メーターぐらい積もってて、はい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 、すごい大変な時あるんです、はい、1メーター積もるんですよ普通に。僕確か僕はね中3の時やったかな、はい、中3の時に大阪もすごいドカ雪やったんですよ。あーはー、だから全国的にすごい降った時期があって、はいはいはい、でその時俺ね本当ね、その時かな、その時俺本当ね、はい、学校行く途中、はい、学校行く途中道のね、はい、端っこの方車が来たから避けたんですよ、はいはい、ほんだら溝じゃなくて崖下にボーンと落ちるっていうね。あ、分からんかった。分かんないですよ、もう雪やから。はいはい、はい、道の境目が分かんなくて、はいはいはい、もうそのうわーって落ちたっていうのが1回だけありましたけど、まあ別に大したことなかったんでよかったですけど、下が畑やったから大丈夫です。はいはいはい、だからこのね、分かる人には分かるんですけど、外環って言ってね、はい、外環状線が走ってて、でそこから学校側の方が田んぼなんですけど、田んぼがね下何メーターか下下ってから田んぼなんです。あ、はあはあはあ、でそこから下に下ってる坂道のところを前からトラックが来たから避けなと思って避けたらガーンってもう下に歩いてたんですか。歩いてた、歩いてた、はいはい、ほんだらもうその踏み外したというか、雪やから分からんから、はい、そのまま道やと思って踏んだら崖下にドーンと落ちた。でも下田んぼやったから冬の田んぼなんで助かりましたけどね。はいはい、まあでも怖いですよねそういうのが。いや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 、結構雪怖いですよねそういう意味ではね。うん、生活する人たちにとっては結構ね、そうですね、いろいろ大変なことがありますからね。屋根からこう雪下ろし、ね、雪下ろしね、はい、あれ当然のことですからね。 あんまり分かんないでしょ屋根の雪下ろしって。だってほら毎年必ずその雪下ろしでおじいちゃんが失敗して落ちて骨折したとか、はい、事故めっちゃあるじゃないですか、はい、だってね家の中の扉あるじゃないですか、開かなくなるんですよ。そうですよ、雪の重みで。そうですよね。いや本当雪国ってなんか2階にもう1個なんか扉がある家とかあるんですよね。本当に何メーターも積もっちゃったら、そこまでうちは積もらないんであれですけど、でも2階から出る、普通に出るっていう家ありますよね。あーね、そうですよね。はあ、やっぱりなんか近畿やけど、はいはい、ね、北ですからね、北近畿ってやっぱそういう風になっちゃうんですね、うん、でも今は降らないんですよね。あ、まあまあまあそうですね、うん、今全然降らない。だって昔って氷張ってたじゃない。はい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 、パリパリパリってこう、そう小学生ぐらいの時ね、そうあれは楽しみです。氷が張るっていうのがやっぱりないですね。確かにないですね。確かにやっぱ温暖化がねすごいのかな。そうですね、っていうかね、一番怖いのが、はい、氷張るどころかもう道そのものが凍ってて。ああ、ありますね。そうだから、うん、タイヤがもうツルツル滑るっていうの、はいはい、あれが一番怖いですよね。本当ね、もう子供の時はもうそれ楽しくて走ってピャーとかでやってましたけどね。そう、うん、もうとんでもないですよ ね、 そうですね。もうスタッドレスかチェーンかなんかせえへんかとほんまに大変な。はいはいはい、はい、まあ今年の冬がね暖冬なのか、それとも、ね、まあなんか去年が暖冬やったから今年はっていう話もありますし、どうなるのか。まあ暑かった分だけすごい冷たいあれになるのかっていうところですよね。まあ、スキー場もなんかねオープンするとかね言って、はい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 、なんかもうすでに北の方はね、はい、雪だいぶ降ってますからね、うん、はい、まあまあスキー場はオープンしてくれたらいいなと思いますけども、はい、去年ね全然オープンできなかったみたいです。そうですね、
はい、今年はまあコロナですけどね、そうですね、はい、どういう、クリスマスになるのか、はいはい、また、楽しみにしたいなと思うんですが、はい、はい、それではですね、はいはい、今日もですね、はい、ありがたいことに、挑戦者が、はい、来てくれております。そうですね、勇気ありますよね、本当ね、はいということで、挑戦者の方をお呼びしたいと思います。はい、はい、田辺さん、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。はい、本当ね、このね、朝にぴったりなこう爽やかなもう真っ赤な、なんか見たことありますよね皆さんね、はい、僕が前に一回来ました。はい、ということですね。はい、はい、なんとですね、私があの、さえこさんがゲストで出演してくれた時に着ていたあの赤い T シャツを今着てらっしゃるんですけど、あの時紹介した本ですね、その著者です。著者の、田辺博さんが、はい、今日お越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、デスメタルチャイナね、そうですよね、すごいでしょう、このタイトルですよ、ね、もうこのタイトルがキャッチすぎてキャッチですよ、ものすごい、もうものすごいインパクトありますよね。ものすごい、そうすぎてみんな倒れてたよ、ね、いやいやいや本当に、ね、でしかもこれあれですからね、あの本の表紙そのままなんで、そうそうそう、はいはい、持ってきてくれたんですよね。これです。はい、はいはい、これですよ、これですよ、もうこのまんまの、このまんまのこの T シャツなんで、一部変えてるんですけど、ね、はいはいはい、ここ名前あるんですけど、ね、はいはいはい、ここに入れるのもなんやなと思ってなるほどなるほどなるほど、はい、まあまあこういうデザインですよね、はい、はい、なんですけども、これすごいでしょ、でもこれ見てこの分厚さ、何センチあるのこれ。いや知らないそんなの初めて聞かれる。 3.5 センチぐらいあるのか、もう4センチ近いで、これも多分軽い辞書ですもんね、もうどう考えても辞書、うん、もうほんまに、はい、はい、ということなんですけども、まあ、今日はじゃああれですよね、はい、そうです、このありかなしかになんと挑戦してくださいます。はい、このありかなしかでね、きっちり、プレゼンできれば、まあ、きっとまたこれをね、ま、買ってくれる人が増えるんじゃないかと思うんですけども、はい、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、分かってますよね、あのこれありかなしかで、なしになったら、うん、あのその瞬間にあの顔にモザイクかかるとか、うん、あの声まで変えられちゃうんだ、なんか宇宙人みたいな感じじゃないですか。モザイクさんがこれここそれ単なる PR やんけ、という噂があるだけなんですけど、はい、どうなるか分かりませんが、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、じゃ あの判定人の方よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。では、ご準備はよろしいでしょうか。はい、はい、それはこちらから10分になりますので、はい、10分間、はい、10分以内にプレゼンをよろしくお願いします。はい、はい、10分間プレゼンをやったら、終わってから判定人で、丸か×かを、ありかなしかを判定いたします。はい、はい、それでは始めていきたいと思います。カモンマテリアル、このプレゼンありかなしかスタート。よろしくお願いします。私田辺博士、この7月にこの本、デスメタルチャイナ、失敗いたしました。本業は全然この著作業じゃないんですけども、あの八尾の方であの小さな会社経営してまして、野菜の梱包パッケージングの卸販売させていただきます。で、あのこのきっかけなんですけども、まあ、この出版社パブリッシャーの浜崎社長からFacebook 通じて書いてくれと話を聞いたのが約4年前、そこから3年半かけて、コツ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 怒られながら途中挫折しそうになりながら、挫折しそうになって書いておりました。はいはい、これデスメタルってねなってるんですけども、ハードロック、ヘビーメタル全般の取り扱ってます。まあ、中国の、何バンド ?496 バンド、900、1000枚近くのアルバム、ミニアルバムレビューしております。あと、コラムで、中国メタルの美女特集、中国の美女特集とかもありますよ。読んでくれてないんですか。ちょマジマジマジ、今その辺持つまま、持つまま、この辺もう、あ、どこだ、もうまあまあ後で、はい、あとなんだライブハウスとか、
メタルシリショップとかの案内とか、そうなんですよね、中国でそのあのライブハウスっていうのが、はい、まあ、メタルのバンドがよくやるところとか、そうです、メタルもあるし、パンクもありますし、はいはいはい、まあ、いろんな今、北京、上海はライブハウス多いんですけども、だから日本でライブハウスっていうと、単なるあのいろんな音楽のライブハウスなんだけど、はいはいはい、中国でいうと、どっちかというとメタル系のやつっていうことなの、そういうわけで、紹介してるのはメタルが多いところです、やっぱりそうですよね、はいはい、まあ、他のライブハウス、まあ、ほとんど中国で最初にライブハウス作ったのが日系のハウスなんで、うん、なんか中国でもライブハウスとか呼ばれてね、だからライブハウスがもうね、うん、中国でも定着したの、ライブハウスって和製英語なんで、ね、そうですよ ね、アメリカ行ったらロッククラブとかジャズクラブっていうのがそういうライブ会場ですけども、そうなんですよね、そうなんですよ、だから中国でもライブハウスと言っちゃうという、はい、で、まあ中国でライブしたガイタレ、中国のガイタレ、うん、日本人を含めて、うん、アメリカ人、欧米人が何月何日にどこでやったとかで、まあ、逆に中国のバンドが日本にやってきたその一覧表も、まあ、数は少ないんですけども、あのコラムとして取り上げてたり、まあ、いろいろ何せこの分厚さ盛りだくさんすぎて、私どこに何を書いたかこれほんまね、あの間違ってこう頭にボンと落とされたら多分割れるよ、もうね、そのぐらいの自信あるよねこれ、もうこれやばいよねこれ本当に、いやいやいや、いやでも本当に何て言うんやろ、そもそもなんで中国のメタルバンド、ね、あの普通に考えた中国とメタルってつながらないつながらないですけども、ね、普通ね、あの僕がまさにそっから入ってるんですよ、うん、あの高校3年生の時ですね、94年ぐらい、高校3年生ということで山本高、名門山本高校にいたんですね、はい先輩あのすいません、あの私も通ってた、八尾市にある、名門山本高校というのがありまして、先輩後輩です、はい、6年上で6年下です、はい、はい、すいません、どうでもいいです、はい、でまあその3年生の時、多分夏の終わりぐらいだったんで部活も終わって、毎日遊びに行きますけど勉強してるわけじゃないんだけど、はい、たまたま家帰ってラジオ802にかけてたんですよ、うん、で番組名とか DJ さん名前忘れてるんですけども、たまたまコーナー名だけ覚えてるんです、あの、シーポップコネクションってたまに聞いてたんで、台湾とか香港のポップシンガー紹介してるコーナーだったんですけども、たまたまある日あの中国のメタルバンド、まあ、東朝というバンドなんですけども、いやいやいや、その向井東朝という曲が流れまして、イントロがすごいかっこいいんですよね、これがあのギター弾ければここで弾きたいんやけども全然楽器できないんで、あの YouTube で検索していただければすごいかっこいいあの PV 出てきますんで、ぜひチェックしてください。まあそれ聞いて、あ、中国って面白いなぁと思いまして、ちょっと大学で中国語勉強しようかな、それがきっかけ？きっかけです。わ、すげえ、メタルがきっかけで中国語を勉強して。もともと高校入ったぐらいからメタルは聞いてたんですけども、はいはいはい、まあ、日本もほとんど欧米ですけども、うん、でたまたま、ね、日本の中で料理以外中国って接点がないですよ、うんうんうん、ね、ラジオでこれかかって、あれ違う中国を知ったなと、へちょっと勉強しようかって。なるほど。はい、はい、5分前です。はい、まあね、それ行って、まあ、大学一浪して大学、まあ、ある大学行ったんですけども、はいはいはい、まあ、それが今日浦さん僕が教える大学なんですか、教えてる寝屋川の中堅大学なんですけど、そうそうそう、あるあの摂南大学っていうところなんですか、はいはい、で、まあ、そこで行って中国語を勉強しまして、で、まあ、当時まだネットとかもないですし、まあ、ちょうどポップアジアという雑誌はあったんですけど、うんうんうん、まあ、それでちょっと情報を得てたり、まあね、日本おっても情報少ないんで1年間ちょっと留学期間行って、親に行ったら1年間だけ行かさせていただいて、でまあ行ったらいいんですけども、結構ロック冬の時代だったんですよ1999年って、あれないって、うんうん、微妙な時代だね、そうなんだ、天安門前後、天安門89年なんで89年もう終わってるか終わってるか、10年後か、うん、でも中華人民共和国成立何周年だ、はいはい、50周年だったかな、うん、の年だったんで、結構突然まず閉鎖されて、なるほどなるほど、はいはい、まあ、そんな中でちょっと厳しくなったね、うん、勉強してたから、まあ、ビールばっか飲んでましたけども中国ビールね大好きらしいんですよ、はい、でまあね、行ってまあ帰ってきて、でまあ大学復学して卒業してから、まあ実家、まあ、会社ついでまあ入って今ついでるんですけども、まあ仕事しながら休み来たら中国行って、まあ、CD
爆買いしたりライブ見に行ったり爆買いすね一品スーツケースほぼ空っぽですけども帰り満杯マジでスーツケースが満杯になるぐらい CD 買ってくる、はい、そうそう CD 今 CD DVD とか、ねはいはいはい、いっぱい買ってそれなんか税関とかで止められへんかった、うんお前なんか密輸入してんちゃうかとか言われへんかったそれはなかったですねなかったはいはいはいもうなんか慣れた風でさーって言っていつも小さな、はいはい、5日ぐらいの小さなやつですよ、はいはい、でまあね行ってで一時期ブログ書いてたんですよ。中国のメタルとか、まあ、台湾、香港、地下圏の、うんうん。で、それをあのこのパブリックの浜崎社長を見ていただいてて、はいはいまあ、ブログって結構エネルギーいりますんで、そうですね、1年ぐらいでやめてたんですけども、うん、で、浜崎さんは、まあ、パブリッシャー独立して作られて、うんうんで、いろんな企画持ってる中で、そうですよね、でデスメタチャイナを企画されて、初めはあの別の人に、うんもう一人いらっしゃるんですよね。今ミャンマーに住まれてるんですよ。ミャンマーですよ。日本人で。日本人で世界で中国メタルについて語れるのね。その方は2人しかいないんですよ。中国のロック全般のなるほどなるほどめっちゃめちゃ詳しいんですよ。もうサイト見られてもこんな細かいことまで中国人の知らないこと書いてるんですけども。でその方にアプローチされてたんですけども、まあミャンマーだしネット事情悪いしって言ってなんかしてる間に僕とつながってやってみえへんかってで僕もなんか言われたら幸運の女神ってやっぱりね前髪だけなんで「はい」って言ってしまって3年半苦しくて、はいはい、本業やってるんかなと思う時がまあおかげさまで3年半いい経験させてもらって、はいはい、この7月に出版ということになりまして、ねはい、で9月に出版記念公演も八尾でいたしまして、はいはい、私出席いたしました、はい、ありがとうございますいい、はい、なかなかねあの時こんな質問出るなんて思わなかったですいやびっくりしましたよねびっくりしましたよ ねあんまり想定質問がまず考えなかったんでいやすごかったのがまずね準備がものすごい手間かかってて、はい、私の全部全然行き当たりばったりですもういつまでたっても始まらなくて30分押しぐらいで始まったんだ発起人も名門山本高校先輩の方に来ていただいてそうそうそう、ねはいね、で、にゃお市長も来ていただいて、はい、これ何やってんのいや でもね、素晴らしいなと思ったのが、僕は本当に田辺君素晴らしいなと思ったのが、誰も怒らないんですよ。はい、その30分遅うが何しようが、みんなニコニコしながらこう見守ってる感じで、本当に人徳ってこういう人 の持ってるものを言うんだなって、すごく思ったっていうのがあって。素晴らしい講演会です。はい、ありがとうございます。はい、何でしょう、はい、こんな分厚い内容になってますけども、はい、もし中国に興味あるけども、はい、どこから入ったかわからんという方は、はい、中国のメタルから中国にちょっと入っていただいて、まあここ数年は中国行けないですけども、またホットプレスさん見たら中国行って中国人とコミュニケーションしたり、なんか向こうの本当美味しい料理食べてもらったら、本当にいい日中時代が来るんかなと思ってます。はい。はいはい、ありがとうございました。大丈夫ですか。はい、大丈夫。はい、8秒あります。8秒、いい8秒で5、いい、ある、3、数税込み2750円です。はい、はい、はい、ありがとうございました。税込み2780円です。はい、はい、いやちょっとその、美女特集どこ、はい、ここです、ここですこここの辺からですね。いや、マジっすか。いいっすね、やっぱね。これもね、浜崎さんの打ち合わせしてて、ええー、なと思われて、はい、他の聞いたら、うん、ちょっとどうやねんとか、なんか言ったんですけども、うん、ね、いいじゃないですか、やっぱこういうね、角度もね、そうなんね、日本でも最近、女性のメタルバンド増えてるんで、増えてますね、増えてますね、ではい、そういうのがあって、そう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 、やったんですけど ね、なんか、もう頑張ってほしいですね、本当にね、本当に、はい、じゃあ、中国メタルの普及のために、はい、普及のために、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、ではですね、判定ですね、はい、よろしいですか、皆さん、はい、じゃじゃんって感じで、はい、始めていきたいと思います。さあ、それでは、田辺宏さんのデスメタルチャイナ。このプレゼンありかなしか、どうぞ。せーの。おお、よかった。記念でよかったね。記念でよかったね。ありがとうございます。はい、どうも。
もありがとうございました。はい、じゃあまあまあ今日ね、はい、番組はそのまま楽しんで帰っていただければなと思いますので、はい、ありがとうございました。はい、では行きましょう。次のコーナー、あゆさん。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日もマテリアルからのお知らせに参りました。はい、12月7日月曜日がチームラッシュございます。走るイベントです。で、19時からスタートしますが、18時頃からお着替えや準備をしていただいて19時から走りますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。その後にちょい飲み会もございますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。ちょい飲みです。ちょい飲みです。だいぶ飲みダメです。だいぶ飲みダメ。あの、せっかく走ってからなんでだいぶ飲むとね、はい、やっぱりダメなので、はいはいはい、で、8日、火曜日がなんかやろうよ大人の放課後っていうことで、なんかやろうよ、なんかやろうよ大人の放課後っていうことで語るイベントがございます。語ります。語ります。うるさいよ俺学習します。学習していく、はい、回となっておりまして、18時受付開始で18時半からスタートとなっております。12月の23日から5日間ですね、はい、メリークリスマス&ハッピーニューイヤー&、はい、マテリアル2周年の 5days ということで、はい、イベントも盛りだくさんとなっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください、はい、タイトルも盛りだくさんです。はい、はい、お待ちしております。また詳しくは、そちらはホームページの方でご覧ください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、はい、この辺で終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、では高橋さん。おはようございます。昨日コミケの高橋力です。はい、おはようございます。昨日は梅雨のコーナーでございますが、はい、はい、先ほどはねヘビーメタでしたけどね、はいはいはい、今回は映画ちゃん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 、ヘビーメタって言ったら、ね、あ、ダメだ、怒られた、怒るんですか、メタルって言うのメタルですね、メタルね、はいはい、ね、あのメタルの映画を持ってこようかと思ったんですけども、はいはいはい、はい、担当するだけで、ああ、なるほど、来ましたね、はい、来ましたね、スティーポップの方ですね、来ました。ドキュメンタリー映画音響ハウスでございますけども、はい、これあの東京にあるね、スタジオでね、はいはい、もう40、去年45年迎えまして、いろんな数々の歌手の方が録音してるっていう、ね、はい、スタジオでございますね、はい、坂本龍一さん、はい、で元奥さんの柳子さんとか、はいはい、ね、ユーミンとかね、はいはい、があのこのスタジオに対しての思い出をずっと語っていくっていうドキュメンタリー映画、はいはい、あのなんかすごいですね、あのスタジオでも単撮ってると思ったらやっぱり空気があるんだよね、うん、そうです、うん、なんかそうなんです、他のスタジオとは違うっていう感じですね。あの変な話なんですけど、はい、音は、はい、例えば西海岸と東海岸で撮ったら全然違う音なんです、うん、なるほど、ね、やっぱあの東海岸はちょっとジメッとしてるんですけど、はい、西海岸のカラッとした感じのカリフォルニアの音は全然違うんです、うん、だからみんなカリフォルニアで撮りたがるっていうのがあるんですけど、まあそのうんちくは置いておいて、はい、まあ、で、あのバンヘルのね、ゲルト・リーローさんも、はい、ここで来たとかね、いう感じですね、はい、だからあの結局矢野明子さんがスタジオに子供連れてきたっていうのは、うんうん、坂本龍一さんの、娘やから、はいはいはい、ゆうちゃんですね、そういうのをちょっと語ってて、あのそういう、スタジオ内の話もありますけども、スタジオ外の話もしてるということでございます。これ大阪も、シネディブルメさんで上映でございまして、はいはい、12月11日金曜日からは雪が降ってるのか豊岡劇場でも公開が始まりして、はい、全国、数々、上映されます、はい、これ相原博美監督、男の方なんですけど、はい、その方もエンジニアやって、うんうんうん、それだから撮れたなるほどで、45周年ということで大貫妙子さんとかいろんな方が集まって、メリーゴーランドっていう歌を、はいはい、13歳の花さんっていう人をメインに、レコーディングしてるところも撮ってます。なるほど、はい、その主題歌なんと、12月6日の FM 尼崎の方の番組で曲が流れます。曲が流れるんですね、今日ギリギリ土曜日なんで明日ですけど、よかったら聴いていただきたいと思います、はい、明日です。ほんでこのみんな聴いてくださいね、FM はいはい、でこの中で最近多いんですけど、はい、ドキュメンタリーの中でちょっと古い映画を流すっていうのは、洋画でも邦画でもなるんですけども、はい、これ実は坂本龍一さんですので、戦場のメリークリスマス来ましたチラッと流れて、ちゃんちゃんちゃん、久々ですね、これが1983年ですよね、はい、英国アカデミー賞でも作曲賞を取ったっていうね、はいはい、やっぱりねその辺の
話しこれでもね、本当ね、うん、なんていうんですか、僕らあのまだまだ小学生、中学生ぐらいでしたけど、うん、はい、もう衝撃的でしたね、この映画。そうですね、うん、でまあ、監督がね、大島渚監督がいろんな作品があって、はい、まあ、あの1999年にゴハットっていう、ね、はい、ありましたけど、あれも少しちょっと男同士の思いがありますけど、はいはい、これも少し、ね、 そうですね、そういうところを、はい、今で言う LGBT ですけど、はい、そのなんか気持ちのところをね、うん、描いてるのがありますね、はい、デビッドボーイね、あの、そうそう、デビッドボーイです、デビッドボーイも大体なりますけど、はい、ね、あの歌が有名ですけど、やっぱり地球の落ちてきた男、ラビリンス、そして戦場のメジックですね、そうですね、はい、これが大事だと思います、はい、でビートダックさんも出てて、そうです、ゴハットにも大島渚さん、だってもうあのたけしさんのね、はい、あのメリークリスマスミスターローレンスって、ね、あの一言がね、はいはい、もうずっとなんかもう頭に残ってますね、そうですね、だからなんかもうあれでなんかこれそれ見るだけでもこれ、そうそうそう、本当本当、これね、その音響ハウスの中で見れるんです、あの一本つらい方は音響ハウス見ていただきまして、私スタッフさん見たんで、はい、嬉しかったです、はいはい、でもあのビートたくさん出ておりますけども、はい、あのビートたくさんと言いましたら、あれも昔テレビ朝日で2007年、はい、放送されました、はい、天と線で、はい、私共演しております、来た、はい、来た、 掘り込んできよった、 DVD 出ておりますので、はい、小林蓮司さんとビートたけしさんの間に高橋宏樹映っておりますので、はい、よろしくお願いします、亡霊のように、高橋さんの若い頃の高橋さん、そうですね、大島渚さんの愛の亡霊のようにございますけど、はい、では皆さん、ご賞味いただきたいと思います、はい、メリークリスマス、メリークリスマス、ミスタードレンス、はい、ありがとうございました、もうね、いつもね、高橋さんね、あの、言い去っていくねありがとうございました、言うて座ってないね、もう立ってんねん、はい、はい、お疲れ様です、じゃあ、エンディングでございますが、はい、なんかすごいですね、なんかね、今日もなんかすごい盛りだくさんですね、はい、はい、なんかやっぱ、あれですよね、なんやろ、その全然違う分野の話とか聞くとすごい面白いですね、はい、そうですね、ね、うん、うん、何も知らない話を、はいはい、こうやってもプレゼンしてもらえるってすごく、はい、やっぱワクワクするし、ね、はい、へーっていう感じですもんね、はい、うん、まあ、今のところね、ずっとあり、プレゼン全部ありじゃないですか、あ、そうですね、ありありあり、そうなんですよね、はい、そろそろなしが来てほしいんですけど、なしがね、なしになったらどうしよう、なし、どんな話やねん、いや、どう、うん、そうやな、なしって出すのでも結構勇気いりますよね、そうですね、ね、はい、うん、でも出したいな、ね、ちょっと出したいな、見たいな、見せたいな、なんかパーンって一緒にして、なんかここ黒く塗られるとか、なんかやりたいな、やりたい、やりたい、やりたいな、誰かあの勇気のある人お願いしますなしなめっちゃやる気のないプレゼンやってくれたらなんかすごい面白いんですけどそういう回もあっていいんじゃないかなと思いますけど ね、はい、あのぜひいろんな方こちらの企画に参加していただければなと思いますん で、ね、はい、ぜひぜひ、皆さんの挑戦をお待ちしております、はい、よろしくお願いします、はい、では、今日もこれで終わりたいと思います、はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございました。